皆さんこんにちは。ハウステンボス再発見の時間です。早速ですが、ハウステンボスへ JR で行く場合は博多駅からハウステンボス号でおよそ2時間ほど、高速バスで天神バスターミナルからでもおよそ2時間で到着します。ハウステンボスの入場料金は個人的にはかなり複雑な仕組みとなっているように感じます。旅行会社のプランなどや時間帯でまちまちで、ホームページなどで調べた方が良さそうです。いよいよハウステンボス中に入っていきます。ハウステンボスは長崎県佐世保市にあるオランダを中心としたヨーロッパの街並みが再現されたテーマパークです。東京ドームの約33個分もある敷地には季節の花々や美しいイルミネーション、50種類以上のアトラクションや美術館などが楽しめます。クマさんみたいにですね、カットしています。テディベアもハロウィン風に模様替えしています。すいません、どうも。あ、どうも、すいません、こんにちは。ハウステンボスオリジナルキャラクターのお店のようです。秋ですが日差しが暑いぐらい、ものすごいいい天気です。フラワーロードを歩いてみましょう。春には約700品種のチューリップが楽しめるチューリップ祭や、130万本のバラが咲き乱れるバラ祭なども開催しています。今回はコスモスがきれいに咲いていました。
こちらはカステラの城ですね。長崎のお土産といえばカステラ。カステラの城は老舗の味から進化系まで約25社、約200店という日本一の品揃えを誇るカステラ専門店です。地元で愛されるメーカーと名店とのコラボ商品、ハウステンボスオリジナルなど、ここでしか買えないカステラがずらりと並んでいます。カステラは卵を泡立てて小麦粉、水飴を混ぜ合わせた生地をオーブンで焼いた菓子の一つです。ポルトガルから伝わった南蛮菓子をもとに日本で独自に発展した和菓子です。場合によっては砂糖、牛乳、バター、バタークリーム、チーズ、バニラ、抹茶、黒糖、チョコレートなどをアレンジしたものがあります。約700本の傘が彩るアンブレラストリート、アトラクションタウンで見ることができます。こちらも1年を通してショーが行われているスポットです。季節のイベントに合わせて青と白を基調とした装いへと変化します。傘に光が反射してガラス製のシャンデリアのような華やかな輝きを放ちます。こちらがですね、大観覧車ですね。さて、こちらのアトラクションは日本初の3階建てメリーゴーランド、スカイカルーセル。神話をイメージした華やかな世界観を堪能できる日本初の3階建てメリーゴーランドです。世界最大級の高さ15メートルを誇り、イタリア製の馬車やゴンドラはまさに芸術品。昼と夜では雰囲気は全く違ったものとなります。3階からはハウステンボスの街並みを一望できます。さ、世界最大のメリーゴーランドが動き始めました。すごいですね。世界最大のメリーゴーランドが動き始めました。世界最大のメリーゴーランドが動いています。世界最大のメリーゴーランドがこのように動いています。世界最大のメリーゴーランド、3階建てのメリーゴーランドが動いています。
ハウステンボスが誇るシンボルタワードムトール。エレベーターで地上80メートルにある展望室に上がれば、城内の全景はもちろん絶景が広がっています。展望室からの眺めでは、意外な歴史的な建物を見ることができます。ハリオヌム戦闘は、旧海軍が1918年から約4年をかけて建設した鉄筋コンクリート製の3本の巨大な塔です。国内では2番目に作られた陸上電波塔で、現存するものはハリオだけです。長さはそれぞれ1号2号塔が135メートルで、3号塔が137メートル、一辺300メートルの正三角形に配置されています。塔と塔の間には空中線が張られ、中国大陸や南太平洋の軍艦に対して送信が行われていました。カナルクルーザーは、全長約6キロメートルの運河をゆっくりと航行するクラシカルなクルーザーです。戦場からはヨーロッパのような美しい街並みと田園風景を360度楽しむことができます。ハウステンボスならではの優雅なひとときを過ごすことができます。現在私が撮影しているこの風景は、入出国ゲート初のタワーシティ着の風景を撮影し配信しています。それではハウステンボスの園内を歩いてみます。こちらの釣りのアミューズメントです。秋晴れですね。
現在はアムステルダムシティにいます。ここからですね、朝早いのですがフラワーロードの横のアドベンチャーパークを通って入国ゲートまで行ってみましょう。早朝のハウステンボスです。ああ、電動自転車、これは4人乗りですかね。借りたかったんですけど借りることができませんでした。チーズの城ですね。牛です。チーズの城です。あ、チーズの巨大なオブジェがありますね。ぐるりと回って、もうすでにお客さんがいますね。チーズの城出ます。九州の城、これなんだ、九州の城お土産ランキング、お土産屋さんですかね。長崎のお茶コーナー、お土産がいろいろありますね。ちなみに長崎のお茶コーヒーを見てみましょう。あー、さすがいろいろあります。長崎銘菓一個っ子があります。そしてお茶コーナー、こちらは九州の名産品がたくさんあります。ぜひご覧ください。これはなんだ、こっちはお菓子の城です。お菓子の城、お菓子の城、あ、こんにちは、どうも、すいません、お邪魔します。お菓子の城、ちょっと出てくるりとこういう形になっております。おー、
かぼちゃです。あ、親子連れが自転車に乗っています。青空の中、自転車に乗っています。あ、すごい青空ですね。あ、今現在は GRA です。でかいですね。向こう岸がですね、フラワーロードになっています。向こう岸がフラワーロードになっています。でこっちがですね、アドベンチャーワールド、アドベンチャーワールドになっています。フラワーロードの方に行ってみますか。船が通っていると思います。フラワーロード行きます。すごいな。お客さんが続々と入っています。綺麗ですね。
佐世保レモンステーキパリジェンヌ、珍しい食べ物がありましたね。これはあイルミネーションの設置取り替え工事でしょうか。あ、こういう風にしてるんですね。あ、なるほど、イルミネーションの設置工事です。なんかイベントをされてるみたいですね。音が聞こえてきますね。いやー、今日すごい。光のファンタジア、昼間はこのような感じです。イスラエル通り、光のファンタジアシティに改めて入ります。おー、じゃあす、わー、すごい青空ですね。
昼間はこのような感じになります。上映会がありますね。です。宇宙のファンタジア。にぎわってますね。すごい平日ですが、園内お客さんが多いですね。ホライズンアドベンチャー、ここはリニューアルになったホライズンアドベンチャーです。今回の旅でもハウステンボスの全施設そして全アトラクションを昼間のうちに回ることはできませんでした。夜のハウステンボス、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。
そしてこの番組チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけるとスタッフのモチベーションのアップにより、より一層動画を作成していきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ハウステンボスといえばこの夜景。イルミネーションがとても綺麗ですよね。そのハウステンボスのイルミネーションが第1回インターナショナルイルミネーションアワード、イルミネーション部門優秀エンターテインメント賞の1位に選ばれました。ハウステンボスは2013年から開催されているイルミネーションアワードで総合エンターテインメント部門10年連続1位を受賞していました。そのイルミネーションアワードに代わって新設されたのが第1回インターナショナルイルミネーションアワードということですので、実質11年連続日本一となったのです。世界最大1300万球のイルミネーションでハウステンボスの夜景を1年を通してお楽しみいただけます。現在ご覧のイルミネーションは2023年秋の様子です。ぜひ日本一に輝いたここだけでしか体験できない光の世界をこの動画でもご堪能ください。こちらなんか人が集まってるみたいですね。お客様にご案内申し上げます。まもなくスタッドハウスにおきまして 3D プロジェクションマッピングオータムバージョンが始まります。魔法の盾によって開かれる秋の扉、秋を感じさせる光景が壁面いっぱいに広がります。今からですね、3D マッピングが始まります。Thank you.
マッピングは終わりました。それでは先ほどの続きで、一周していきましょう。光のファンタジアシティにちょっとお邪魔してみましょう。光のファンタジアシティでは広場のドームを中心とした光と音のイルミネーション、ファンタジアオブライツを見ることができます。季節に合わせた音楽と華やかなライトアップが魅力のスポットです。白銀バージョンでは青と白をベースとした光と煙の演出によって雪景色の神秘的な雰囲気が再現されるそうです。今回こちらの映像は秋バージョンとなります。また音楽著作権の関係で使用されていた BG を差し替えて動画を作成しています。ご了承ください。今からこちらでショーがあるそうです。何か水蒸気のようなものが出てきました。
昨年新たなイルミネーションスポットスカイカルーセルが誕生しました。日本ではハウステンボスだけという高さ15メートルの3階建てのカルーセルです。好きな階から昼夜問わず空中散歩を楽しむことができます。イタリア製の美しい馬車やゴンドラは神話の世界のようなノスタルジックな世界観を演出。夜はライトアップによってまるで絵本の中にいるような幻想的な光景が辺り一面に広がります。こちらハウステンボスの日本最大級と言われるメリーゴーランドです。3階建てのメリーゴーランド、このように綺麗にですね、夜空というかハウステンボスで回っています。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンで登録、いいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録、皆さんのチャンネル登録お待ちしています。さあ、ハウステンボス夜散歩続きいきましょう。これは宝塚歌劇団姉妹校というかハウステンボス歌劇団、こちらですね。約700本の傘が彩るアンブレラストリート、アトラクションタウンで見ることができます。こちらも1年を通してショーが行われているスポットです。季節のイベントに合わせて青と白を基調とした装いへと変化します。傘に光が反射してガラス製のシャンデリアのような華やかな輝きを放ちます。ハウステンボスイベントに行ってみましょう。ハウステンボス秋のイベントアートガーデンに行ってみましょう。
光の海の部分にやってきました。なんかいろいろやってますね。アートガーデンには幅60メートルの光の滝からガーデン一面に広がる光のオーロラガーデンが登場しています。イルミネーションがまるでオーロラのように色彩豊かなフルカラーに変身します。あたりは躍動感あふれた光に包まれます。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。そしてこの番組、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけるとスタッフのモチベーションのアップにより、より一層動画を作成していきたいと思います。よろしくお願いいたします。世界初、水上で夜空に舞うランタンと幻想的なプロジェクションマッピングが織りなす光の物語、臨場感あふれる花火とともに感動と興奮の光の場面を作り出しますとのことです。遠い昔、干ばつに苦しめられていた町に住む一人の少女がランタンを天に放つと、雨が降り願いが叶ったという逸話からランタン祭りが生まれたというストーリーのもと、物語が展開します。ランタンナイトショーは無数のランタンの明かりが視界を覆い尽くし、感動と興奮に包まれる15分のナイトショーです。プロジェクションマッピングが融合したランタンショー、いかがだったでしょうか。思ったより怖い状態になっています。
アロー。日没後、闇のハウステンボスへと変貌した宮殿、恐怖体験や闇の使者によるダンスショーなど繰り広げられているらしい。宮殿内の暗闇で襲いかかってくるのは、数百年もの間眠っていた恐ろしい海賊やミイラといった闇の使者たちです。おおやべやべ、驚きすぎや首がハロウィンのですね、一番おおちょっとレポートができませんね。ハロウィンの一番のですね、今回の出し物に来てみました。おお怖い。いきなり来ると、おお、外国の皆さんも楽しんでいるようです。怖い。ちょっとどっから来るか分かんないんで怖いですね。パレス宮殿前にやっとたどり着きました。パレス内のですね、謎解きに、皆さん行きたいという方はこちらに並んでいらっしゃるようです。まあ今日はここだけにしときます。ちょっと心臓に悪いです。私自身はちょっと心臓に悪いので、私はビビリなので、ミッションインサイレンス、呪われた絵画のイベントには参加しませんでした。きらびやかなイルミネーションを楽しめるハウステンボスです。しかしこのホンデッドハロウィンは闇のハウステンボスとして新たな歴史を刻みそうです。夜のハウステンボスを今回この動画ではお伝えしました。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。それから皆さんからのチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いいたします。